なんじゃ。孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。あなたでしたか。この巻物ですか。これは俺の過ごした時代の歴史です。17号と18号にみんな殺されてしまって、唯一生き残ったご飯さんも、母さんがタイムマシンを作らなければ俺も、そして地球は今頃。歴史を変える機会を作るのはあまり褒められたことではないがの。はい。ま、今さら言っても作ってしまったもんはしょうがないが。まさか、この歴史にまで。すぐに向かいましょう。トランクス。はい。あなた、分かっているわよね。はい。では、お願いします。以外に孫悟空の息子を殺す。お二人以上、俺が食い止めるから、早く逃げるんだ。任務の邪魔をする者を殺す。ありがたいよ。まだこんなに強い戦士が残っていたなんて。そんなはずがない。そんな戦士がいたのか、もっと早く気づいていたはずだ。そもそも俺たち以外のサイヤ人がここにいること自体おかしいんだ。君は一体何者だ。行きます。なるほど、かなりの潜在能力を秘めている。俺のさらなる進化のためにいただくぞ、そのキリを。待て、いや、今の操る実力では皆を倒すのは無理じゃぞ。しかも
16王の体って傷ついておるんじゃ。いくら二人がかりでも勝ち目はなんと。たまにもない。すぐ楽にしてる。何ごはんさん。おい、何をしてるのトランクス、やめなさい。お前の好きにはさせないぞ。いや、ほう、ミニオ特戦隊トランクスか。トランクス、どうしてここにいるの。確かにさっき、いや、もしかして君は。何やってんのトランクス。あなたは、今後もこの調子で頼みますよ。なぜ倒せない。いくら三人がかりとはいえ、俺の方が力は上のはず。なのにゴハンさんは殺させないぞ。トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が街を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴハンさんは。ゴハンさん、俺も一緒に戦います。今の俺ならもう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよトランクス。ここでゴハン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだな。ならこの戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。トランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。会えて嬉しかったよトランクス。ゴハンさん、ご苦労じゃったな。ちょっとあの子には二の重い歴史だったわね。迂闊だったわ。にしても本当に飛び出していっちゃうなんて、これで本当に歴史を変えるようなことをしていたら、もう一度修正に行くことになってたわよ。そんなの余計辛いに決まってるのに。助かったわ、ありがとう。トランクスは少し休ませる方がいいじゃろう。巻物のチェックはわしらでやっておこう。しばらくあなた一人に負担をかけてしまうけど、頼むわね。